プライオリティパス。それは持っていると旅行時に飲めるカード。桃鉄でも持っていたいカード。先日大阪に行った際にも使いました。成田空港ボテジューでは大阪道頓堀セットがいただける。ちなみにボテジュー、大阪ボテジュー、ボテジュー総本家の3つがある。いずれも同じの連から始まり、それぞれ違う道をたどる。まだかな？まだかな？来た！ビールも頼める。はい、大変お待たせしました。生ビール乗せて重いので気をつけてお待ちください。はい、確かに重い。大阪行くのにここで大阪名物を食べていいのか？いいんです。第3ターミナルフードコートにあるので LCC 民に優しい。モダン焼きなので焼きそばも入ってる。お好み焼きに焼きそばを加えた量が盛りだくさんなお好み焼きのモダンを取ってモダン焼きと呼ばれるように。広島風お好み焼きとは作り方が違う。モダン焼き、たこ焼き、唐揚げ、どら焼き、そしてドリンク、アルコールのセット。大阪行く前に食い倒れちゃう。レッツ大阪。ん？これは成田闘争の横折り鉄塔じゃないか。三里塚闘争、別名成田闘争、成田空港建設に伴う土地収用に対する地元住民の抗議が起点。この事件は単なる政府対反対派の対立とは異なり、多くの利害関係者が絡む複雑な問題。今もなお完全な解決には至っておらず、忘れ去られた中でも戦いは続いている。いつか曇り空を抜け、この空のような平和は訪れるのでしょうか。しかし平和の価値観が、見ている視線の高さや見ている先が違うと食い違ってくるのかもしれません。そこで誰もいない海の上に作ってしまえというアイデアも、不幸の相和を最小に抑える解決策の一つなのかもしれない。僕は何を言っているんだ。関西国際空港到着。話をプライオリティパスに戻して、ここではビール2本まで、またはシャワーと食事がいただける。さすがに満腹なのでミックスナッツをチョイス。無事到着。いろんな席がありますが、個室の会議室をチョイス。ハンモックや芝生、漫画喫茶風の席などもありました。料理は漫画喫茶のようなパスタやカレー、チャーハンなど。大阪の旅は終わり、帰宅。大阪ではたくさんの美味しい居酒屋に行けました。動画も作ったので、ぜひご覧ください。あまり時間がないぞ、急げ。帰りもボテジューだけど、頼めるメニューが成田とは違う。ジャパントラベリングメニュー、いう日本の味を提供。セットではなく指定金額分なので、満腹ならジャパニーズウイスキーを何杯か楽しむことも。ひとまずビールで。店内は今っぽいポップな内装。来た！焼きそば。焼きそばあまり食べないけど、これめちゃくちゃ美味しい。麺がすごくパリパリ。時間がないのでテイクアウトでもよかったかもな。一杯だけでも飲めたのでよしとしよう。この麺パリパリですごく美味しいんだけど、いつもこうなの。さあ搭乗口まで走るよ。出発口について気づいたんですが、もっとゆっくり飲めたのに。国内レストランでは約3400円ぐらい使える店が多い。この店では90分アルコール飲み放題。朝早めから開いてるところも。朝食をビールで流し込み、GO! 落ち着く空間、焼きおにぎり、ビール。国際便の方がラウンジは多い。おしゃれな空間でビール。と思いきや、手元は実家感。
現地の名物も楽しめたり、ロスではソフトドリンクとスナックもらってゲームができた。ああ、もちろんトランジットでも使える。いろいろなラウンジのタイプがあって面白い。パターゴルフができるゴルフ屋さんで飲めたり、本場ドイツでビールを味わったり、ビュッフェもあったかな。当時あんなことになるとは思わなかったロシア。複数の箇所を訪れて違いを楽しむこともできる。普通にプライオリティパスに加入すると高額だけどクレジットカードに付帯してくるカードもあります。それでは Have a nice trip and beer.